はい、こんにちは、松岡です。今日もね、プラレールを買ってきました。今回も廃盤車両で結構安く買うことができました。こちらでございます。205系スカイブルー京都行きのね、電車でございます。ということで開封してみたいと思います。こちらですね。まず先頭車から見ていきましょう。はい、汚い。跡がついてる。これ何？ゴムだね。多分、なんかの、この、ゴムタイヤなーい！ゴムタイヤないんかーい！しかも、電池の液漏れはないんですけども、なんと、今見たところ、ギアの割れ発生。まあ、そうですよね。ですね、ここに書いてるんですよ。動作×って。まあ、動作×だから、まあ、いいかな、みたいな。と思ってたんですけども、やはりギアが割れていました。残念。ちょっとね、モーターは動くかどうかちょっと見てみたいと思います。はい、こちらエネループ。はい、あ、一応動くんだね。動くけども、その空回りしちゃってるって感じでございます。ということで、これはちょっと後ででいいや。ただ奇跡的にシールの剥がれはないから、もしかしたら綺麗にすればなんとかいけそう。もしくは改造。中間車でございます。こっち中間車。はい、やっぱ塗装がね、剥がれちゃってますね。そして傷が多い。相当遊んだんでしょうねっていう形跡が多いですね。で、こっちが後尾車でございます。ただこんなに遊んだのにもかかわらずシールが剥がれてないっていうのは結構奇跡的ですね。ということで、まずちょっと先頭車を分解してみましょう。あー、結構汚い。これですね、ギアが割れちゃってます。ほら、こんな感じ。あちゃー。これはね、後でちょっと修理、もしくは宝富お客様相談室にこれ交換してくださいっていうしかないかな。残念ながらね、僕ね、黄色のやつのそのギアが割れてないやつって持って、ギアが割れてないちゃんとしたやつって持ってなくて、残念ながら全然ないっすね。あちゃー。これは、先頭車。いや、ちょっと待って。これはね、後々考えます。これどうしよう。厳しいな。結構パックリ割れてるんですよね。なんで、ちょっとこれはお客様相談室でちょっと新しいのにしてもらいましょう。ということで、シールの剥がれとかはね、ないからね、結構改造はあんましたくないんですけども、ちょっと上のこれだけ剥がせないかな。こういうゴムのやつってどうやって剥がすんだろうね。とりあえず、リクエストの中でね、やっぱ多いのは、この 205とか201を使って、あの、黄緑色の201系、あれ何線になるんだ？作ってほしいっていうのを結構いろんなところで聞く。ツイッターのメッセージとかもね、あるんですよ。塗装は楽なんですよね。上グレーにして、ここ全部あの黄緑色にすればいいからね。ということなんで、ちょっとね、今ね、考え中。ということで、今回は205系の京都行きの列車、スカイブルーを買ってきました。もう廃盤なんでね、結構珍しいかと思います。これを350円で買えたのは奇跡。ということで、今回はこれで以上でございます。